続きやっていきましょうか。Del Learn Dance at Tokyo Ocarina Ocarina of Time ということでね、前回から大人パートに変わって、まあ、前回から大人になってるんですけど、なんだっけ、森の神殿、まあ、あの大人になってからの第一のダンジョンですね、にやっているというところですね。で、前回は、神力を手に入れた後に、なんだっけ、なんかあの、四姉妹のぶちのめす会の、まあ、次女、ジョーをぶち殺したということですね。まあ、言葉がちょっと荒々しいんですけど、まあ、あの、事実なんでね。はい。女の子に対してね、こう、棒状のものを刺すという、とんでもなくエロい状態になってるんですけども。あ、きれいなんだ。ちなみに、こう、注目してたら消えちゃうのかな？あ、そうだったな。うん、ちなみにこいつは30ベース。なんか、ベスとかどうベスだったっけな、なんだったっけな、昔すげえ怖いあのアメリカの小説読んだことがあって、あの隣の家の少女っていう本があるんですけど、ご存知の方いますかね。すげえ怖い本なんですよ。アメリカの1950年代ぐらいに描いた本なんですけど、まあ、主人公の男の子がいて、隣に住んでた女の子が、まあ、意地悪なね、まあ、なんか、引き取られた、まあ、なんか、みなしごみたいな感じのタイプの子だったので、妹と二人で引き取られたんですけど、まあ、そこに住んでたね、子供たちとか、それからそのお母さんにめちゃくちゃいじめられて、こう、まあ、ちょっとピーヨンが入るような、ちょっといっぱいされまくってたわけなんですよ。まあ、その子供たちっていうのが全員男だったから、もう女の子に対してやることって言ったら、もう大体決まってくるじゃないですか。ね。まあ、そういうことも最終的にはやったりとかもしたし、で、何よりもひどいのが、ああ、行けなかったっていうわけなんですよね。そう、何よりもひどいのが、こうやって、よし、じゃあ先に行くぞって言って意気込んで行ったものの、先に進むことができない状態を作り上げるっていうね。綺麗な。まあ、で、何よりもひどいのがね、ライターで、あそこを焼いたわけで、焼くっていうシーンがあったりするんですよ。うん。でも結局、まあ、その悪いこと、悪事が見つかって、まあ、警察に捕まるみたいな状態になっていくんですけど、何よりも、その、ひどいのが、やっぱ最後ね、まあ、そういう状態に陥ったっていうことがあって、まあ、その、メグっていう女の子だったかな？うん。っていう女の子は、最終的にね、死んじゃうっていう結末になる。が、もう一回かな？確か。どう？あれだよね。レーシックするかな？レーシック完了。ねじれしだから、ね、ピンピンになって、ビンビンになっていくんですね。ビンビンになると、あ、そっちに入るんだっけ？違う。今、怪しいヒューローのことを出てるけど、あいつに捕まるとスタート地点も殺される。ご注意ください。なんだったっけな、ゴールドマスター。え？こいつ。こいつは、こいつは、こいつは、カード上から撃ってくることなんで、あの子めっちゃ金くれんじゃん。本当にさ、これムジラの仮面だったっけ、この作品だったっけ忘れたけど、なんか光の矢で撃ったら50ルピーくれるとか、なんかそういう敵じゃなかったっけ。どうした、これはゲームじゃないんだ。え、なんかこんなところに、ちなみにあいつ飛んでくる、ここまで来ない、ね、ちょっと待って、じゃあシャコシャコ言ってるから、ゲッチュ、ありがとう。30個か40個か手に入れたら確か財布がめっちゃでっかくなるじゃん。えこっち行くと、ちょっと閉じ込められた。こいつ何、こいつ死んでくれちゃう。緑の状態だとあれなんだろうね。こりゃ
撃ハッチー、オッケーベイベイ。で、で、で、これで小さな鍵ゲットかな。あー、よし、小さな鍵ゲット、小さい鍵見つけて。魔法の壺まででっかくちょっといけないんじゃない。魔法の壺まででっかくなっちゃったーってやつ。ちょっと待ってね、一瞬ちょっと待ってね、オッケー、よいしょ。ちゃんだよは言った、無視して。だからあれかな、 メグじゃなくて、なんだっけ、そこに戻ってくるんじゃない。させない。はい、めんどくさいから、これであいつの先に進んでいったらいいのかな。すごいなんか、すごいなんかゆっくりじゃない。よいしょ。急になんかリンクが年取った感じ。リンクがねえんだな。これ、この中ではこいつブルーホース。思いっきり緑のデッルブルーホースです。で、携帯がものすごい通知になってるんだな。ブルンブルンブルン。オッケー。よいしょ。こっち。登っていって。そうだね。だって小さい秋見つけたら、普通に、虫さんとかね。これあれか、また指さしたら元に戻るかな。そうだよ、刺さないと戻れない。戻ります。次に剣を踏ん回して危ない。痛い。オッケー、海岸。止め目は海岸。いや、本当によくできてるね。98年にこんなの作れるんですよ。なんか今なんか、まあ、そういうことか。当時6歳ですよ。いいよ、いいよ。んで、チッ。ピスタルホスはもう出てこない。あああれ、また携帯が落ちた。なんかブー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 。なんかね、同級生で集まろうぜみたいな話をしてるからね、それがなんか僕以外と盛り上がって、みんな早く寝ろよ。12時半だったよ。よいしょー、オープン。前から見てくるボスの時に気をつけて。当てるのかよ。降りてこない。オッケー。確かに上とか見上げてたら普通に降りてくるんだよ。こっちは凍れます。え、もうすげえ、めっちゃ金くれた。6ルピーくらい結構くれたんだ。80ルピーか。ごっちゃんです。緑バブル、緑バブル。あれ、またね。あれ、こんな中ミスったな。死んでない、大丈夫。あ、戻れる。しかも直接いけるし。ごめんみんな、結局行ったり来たりしてるわ。いけると思って抜かれる。どうなるんだろうな。ちょっと待って。あ、あったあった。なんで急にマップが消えたんだろう。わあ、そういう時に限ってあれだね、ここから飛び降りたいよね。なんか弓矢が手に入ったことで新しくブチブチさせるところがあれなんだよな。レーシック今時はやっぱ ICL だよな。いやー、お金がゴソッと入ったら ICL が近い。何せこの間娘ちゃんの誕生日でね、また娘ちゃんの1歳の誕生日の時にやったバケーションパッケージっていうディズニーランドにね行くやつがあるんですけど、あれまあまあまあ金額するんですよ。泊まるホテルによって幅があって5万円からまあマックスで20万円くらいするやつがあるんですけど、まあまあ我々ね、一応共働きでの家庭でございますんで、はい、まあ一生懸命娘のねために、娘と家族の思い出のためにたくさんお金を稼がせていただいたってこともあるので、まあ、多少贅沢をしたということですよね。はい、でこれね、硬いクローラーと関係
しまいですか。これで確か乗ってきて屍になってるんですね。であそこを弓矢でプチュッと刺したら ACL したら ICL することが、あれいいっすね、いいよ、ね、ICL することができないのあーたあそこか、さりげなく刺せてた今、次に燃やしたってさ、で開けるとなんか、あーじゃあもう一個のあれか、ついに迷い始めましたね。迷いの森だね。ここどこ？私どこで何したらいいか分からへん。つけて。ででで、めんどくさいので先にしました。あれか、あれここ登ってって、そもそもの順番俺間違えてた、よいしょ、行きます。こっからなんか矢を当ててくる、いたんだね、存在感がなかった。いいか、あれでもあそこにどうやって、あっから行けるのか、試しに行くか、すげえタコこっちめっちゃ見てる、あ、そういうことか、そういうことか、こんな肝心な肝心というかたやすいことに気づいていなかった、あーですね、登れないんですね、よいしょ、なんかね、まあ、それこそ YouTube もさ、ありがたいことに、あれ行け、そんなことある、行けないっていうシーン、あ、ちょっと行けないぞ、これ、今、お前さ、いやで、こっちから行ったらいい、行けた行けた行けた、こいつが小さな鍵だったらゆっくり進めるよ、その井戸での場所があったような気がするんだけど、ちょっと待って、左側は違うな、左側じゃない、ここはだって登れないでしょ、実は登れる、いや違う、じゃあそうなったらあっちにどうやって行くんだろうって話なのかな、みんな長くなる覚悟をし、
もしかしてあれ、いや、違うな、違う。なるほど。どこで何を逃しているんだ？もう井戸どっかにあったはずなんですよ。しかも井戸はないのか、ここは一個だけか。困ったね。あの状態で戻って井戸なんかあるかと言われるのかな。なんか上からズズ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 キュッパンっていうのもある。あ、ちょっと待ってね。おめえらのことは全部逃げんな倒したところで何かが手に入るわけでもないし、他の子が上とかにある。パクさ関係ないの。ちょっと行こう。行ってと宝箱がある。この中に実は宝箱があった。いや、ここにないってことは鹿の灰。あー痛い。おめえだ。あったわ。え、でもあいつが犯人か。あいつが犯人なのか。なんか、ちょっと、はしごに登れない気がする。よいしょ。あれ？あれ？もうダメだ。もうダメだ。もうぐだってる。これがリアルですよ、皆さん。これがあの、ゼルダの伝説のリアルですよ、皆さん。わかる？ねえ。この難しさがね、やっぱね、バリとあらゆるね、プレイヤーを苦しませて、打っていったなって。でもなんでさ、あんな、スッと落ちたんだ。これが、ついに？こんなところでね、パラシュートだっけがないから、こっちのドア側まで行けないしな。やっぱ屋根刺した状態で行く方がいい。あ、でも屋根刺した状態にすると右側が行けなくなるんで、これが1個ずつ繰り返ってしまうから行けなくなっちゃうから、やっぱこっちはこうだ。これでちょっとと思っていることがもしできなかったら、ちょっとグダッてんでか。あっ、なってたわー。あれ、俺取ってなかったっけ。あっ、もう出た。本当にごめんなさい。あの、冒頭10秒に戻ったら、もう何の苦労もしなかったのに、自分で10秒に苦しまされて、19分間迷うはめになってしまった。やってもうたわー。ほんまに申し訳ない。すんませんでした。これがリアルっすよ。徹底にリアルとか言うなって話なんですけど。いやー、やってもうたわー。アホしたわ。マジでアホしたわー。よし、爆速で。よし。ちょ、皆さんにここまでご迷惑をおかけしましたので、ちょっと、お詫びにですね、ちょっとパート自体は長くなるかもしれませんが、絶対にクリアするまでやめません。はい。それをお約束していきたいと思います。オッケー、全然刺さってないと思うけど、刺さってる。いいですか、皆さん。何も言うことない。刺さっています。
よし。ああ、心と体が歪んでる。骨盤が歪むと痛い。ポインポイン。オッケー。お、いいのか。チッから。チッ、行っていいのか。ああ、じゃあ、やっぱり行っていい。で、チッ。シュワンシュワン。こっちは、ああ、じゃ絶対降りた。めんどくせえ。よし。お味の印にこっから罰則で行くべい。Listen、気をつけて。今日はこっち来るよ。こっちいいの。OK。ジュワン。めっちゃ落ちてくるわ。よいしょっと、こういうこと。やった。まあ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 。今はいらないかな。OK。あー、ちょっとこんなのあったな。ピン。はい、めっちゃ邪魔なのがあったね。ちょ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 、これ意外とシビアなの。よいしょ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 。これを回路さらにブロックに付く足を滑りまくってこれともできるんだろうなに、あれジョーゴとメスとネグとめっちゃダメだよ。セット絶対あ、セットでいい。はいはい、もう一回もう一回もう一回セッコイミー。もう一回でセッコイミー。ラウドルキン。やっぱセッコだな。セッコは何もしないのに急に勝手に現れて、うまい。意外と体力が6つあるっていうことはまあまああるんだな。普通に考えたな、スタルコス並みにあるんだな。月で5回だったから、ちょっとスタートするのはある。で、戻ろうとするあたり。終わりかな。さーて、妹たちが成仏させられた恨みを長女が晴らそうとお待ちんとしてるんですね。悲しんでるんだな。無敵だ。もしか実体がない。不安。なんか頭気にたかも。長女め分身したら本物か、こいつが本物かどうかわかるよ。あ、で出ておいで。どうだ。できれないとか言うんだよ。よっ、こいつってありがたい。これ優しいんじゃないか。さすが超思いやりにあふれる女の子だね。何個させるの。お、ありがとう。
くあれだよね、そのよくあるさ、赤、黄色、青とかその原色とかじゃなくてさ、紫ってさ、水色っていうのがすごい。ヒントに戻ります。さあ、なんとかしたね。さあ、押してよかったか。いきなり、ああ、いい、いい。アイシールド20、十何巻くらいまで読めてないんだよな。これ開けてよかった。ボスへの扉が開いてない。違うっぽいですね。これは、適当にプルプル回しておけば、いずれ答えにたどり着くから、それまでは頑張ろうぜみたいな。シャコン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 。いないじゃん。弟詐欺。弟が詐欺じゃなくて、音。ボイス詐欺。それは聞く。ボイスも、あちょこちょこちょこ。行かない。でやー。あちょこ行かないんだよ。結構押さなきゃいけなかったかな。ジャンプ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 。で、バニーはい、バニーパート2。 OK。 でじゃん。まあもう大事なので持っていくのってさ。さあ、これでよいしょ。ああ、最後の空間って、よくできてるよね。結局全部やっていったらいいよっていう、そういうオチなんだよね。よし、じゃあ行くか。大人時代最初のボス、いきなり出てくるのか。 MC ハギオ、そうなんですよ。実は MC ハギオがいきなりのボスなんですよね。さ、じゃあ行きましょうか。この子にトライポスがある。ブリック神殿って何が目的で作られたんだっていう話だよね。全部の神殿に言えるんだけどさ、神祀ってんだよな。何が本物なのか来ないもんね。7年経って死んじゃったから。ジョーン異次元アップ全パーティー。まあ、マリオと一緒です。ビジョンの中に入ったことがビジョンかもしれないね。まあ、どこからかな。待ってよ。そこでやめるのっていうか、緑が来てんじゃん。どうかな。さあ、どうか。絵から現れて、この神殿の発表的に浮き縄っぽい方式が出てる。いきなりやられてます。僕はもうなんかね、おしまいです。
ストバッファー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 ッファはい、M 字ハゲをおしまいです。あんなに偉そうに出てきたのにね、と思うけど、まあ、偽物なので安心してください。ちゃんと出てきた。なかなかやる。少しは腕を上げた。というわけだが、貴様が倒したのは、所詮俺の原因にすぎる。僕が倒れたら、怖いな。それにしても意外になってます。次元の頭に消えすぎる。太陽にさらされるとあ、だからか自分のお城の周りに太陽が全くないっていうのはそういうこと、ね、太陽にさらされると消えてっちゃうからなんだよ。なんかどっかのグループみたいな感じでね、ちょっとあることを思い出したからね、あまりねハート増やすのが嫌だなと思ったんですけど、もうあの諦めてハート増やすことにします。何かっていうと、あの自分のハートの数に応じてそれと全く同じ体力で出てくる敵っていうのがあるところに出てくるんですよ。もうそうなるとクソめんどくさいんだけど、まあまあまあいいでしょう。ということで、賢者と、ま。いい時間になったね。うん。だいたいいつもと同じくらいのパッカー。ああ、お世話になりました、ひろちゃん。ひろくん、あなたのおかげで、賢者として目覚めることができました。私はタリア、森の神殿の賢者。来てくれると信じていたわ。あったあったわ。うん。今言わないで。あなたと私は同じ世界に行っていけない運命だもん。サリアは森の賢者としてあなたを助けていくの。さあ、このメダルを受け取って。ドス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 。さあ、これでゲームいっぱい頑張ります。俺のメダルを入手したサリアは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿った。サリアはいつまでもあなたの友達だからね。その間にか、興奮していたエクミキ様、本当ね。うつるぽのね、口に加えてる感じだよね。まあ、テクニキの言葉でしゅ。君とサリアが森の神殿の名前を書いてくれたから僕、生まれることができたでしゅ。本当にありがとうでしゅ。私の中身よりも、何でしゅか。いい音楽って君に気づかないでしゅね。クリズカ、大人にありないみんじゅ。やがにだっても子供のままでしゅ。それじゃあ、なぜ君は起きられてるのか知りたいでしゅか。ついてるかもしれないけど、いや、起きるじゃない。起きるじゃないしね。気づくじゃないでしゅ。本当はハイリア人なんでしゅ。いつかその秘密を話すこと、それが僕の夢だったんでしゅ。7年越しに、お疲れ様でございます。その人から言われてるの。何ハイラリオがこの国を統一する戦、激しい戦争があったでしゅ。完全にタラちゃん。一時その戦闘を逃れてハイリア人の母の赤子が禁断の森に逃げ込んだんでしゅ。深い傷を負っていた母親も森のせいで出来る気に我が子の命を託したのでしゅ。それがてめえでしゅ。高野貴様はその子を見た時、世界の未来に関わる宿命を感じ受け入れる決意をしたのでしょ。我が息を引き取った後、赤ん坊は国民族として進んでおり、ついに運命の日を迎えたのでしゅ。それがおめえです。しれっと母親が死んでるってことを伝える残酷な真実みたいな、これな。君はそのハイデア人とか、いずれこの国の森を出ていく運命だったのでしゅ。そして自分の仕組みを知ったら、君にはやるべきことがあるのでしゅ。そう、このハイデアを君の使命だ。さあ、ブルーホース、すべての神殿の呪いを解き、理由を取り戻すのでしゅ。はい、ということでね、まあ、無事平和を取り戻すことができたんですが、
まあちょっとね、さりしれっとおめえの母親死んでるよっていうとんでもない残酷な真実を伝えられるというちょっと微妙に悪味の悪い感じはしたんですけれども、まあ、無事に神殿をクリアすることができたということでね、こうやって子供たちも外に出てきて、苦手なことということでね、まあ、平和を取り戻すことができたということでね、やっぱり命を懸けて守ってよかったものもあるということを感じたところでですね、収録させていただきたいというふうに思います。ということでね、今回も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回、はい、ではお会いできたら幸いでございます。ではまたチャンネル登録もよろしく。バイナラ。